学校法人静岡自動車学園は、静岡県内で4校の静岡県自動車、学校グループと自動車整備学校の静岡校下、自動車大学校を運営する、学校法人。自動車学校部門においては、静岡県自動車学校、静岡県自動車学校浜松校、静岡県自動車学校沼津校、静岡県自動車学校松崎校があり、県西部から東部、 伊豆地方まで広く分布し、県内では略して、県事などの愛称で親しまれている。静岡工科自動車大学校を含め、自動車教育のほとんどを網羅している。過去には、清涼高等学校、静岡北高等学校、静岡産業技術専門学校、静岡デザイン専門学校などと同グループだったが、静岡理工科大学設立を機に中学校、高等学校、 大学部門と自動車教育部門を法人分割し、現在に至る。自動車学校部門は、全国的にも歴史が長く、現行の道路交通法施行以前の1940年設立から、現在に至る。世界で初めて補助ブレーキを考案し、実用化、後に、世界中に普及した発明をした学校としても有名。また、全国に先駆けての高速教習の実施や、 オンライン予約電算システム開発を行ってきた。最近では、普通に主教習が可能な教習所として、全国で最初に指定された歴史がある。施設の学校でありながら、静岡県警察の運転免許試験場として、活用されていた歴史も長かった。県下有数の入校整数、規模、多様な教習者種、研修制度、IT 化、CRM 推進などから、 自動車学校業界のリードオフマンとしての役割を担う県内有数の自動車学校グループである。自動車整備学校部門においても一級自動車整備士、養成課程をいち早く設置するなど常に先進的な役割を担っている。ありがとうございます。